失礼しました。午後6時になりました。Hello everyone, you are going to listen to Danden Radio 76.1 FM Koza. Let's go! はい、皆さんこんばんは。はい、今週もやっていきますよ。はい、行きましょう。地域から世界に発信するラジオ Danden ラジオはい、さい、ぐしゅうよう、ちゅうがなびら。はい、ひいくなといびしが、かじひちにそうらんな。寒いですけども、皆さん風邪ひいてないですかね。はい、今週も、でんでんラジオスタートです。それでは、うにげーさびら、お願いします。はい、さい、ぐしゅうよう、ちゅうがなびら。1月30日土曜日、午後6時、でんでんラジオの時間なといびん。皆さん、こんばんは。1月30日。土曜日、旧暦の12月21日、午後6時、でんでんラジオの時間になりました。Hello everyone, it's January 30th on Saturday at 6 o'clock. Time for でんでん Radio, ラジオ子ども大学。チューンパーソナリティや、シマクトゥバ・ビンチョウソウル。カミブライネトゥ。イタクラ・シャンナトゥ。ヒガ・ナナセトゥ。ヒガ・カイネトゥ。タマキシンノスケトゥ。中身でリュウブヤイビーン、あ、いいやな。それではこの番組の紹介をしたいと思います。この番組はシマクトゥバ英語ヤマト口のトゥリリンガル3カ国語で挑戦し、次世代へのシマクトゥバの伝承と多世代異世代国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方はFM コザと検索するとユーストリーム放送がライブで見られます。皆様どうぞ最後までお付き合いください。この番組はシマクトゥバイエイゴヤマト口ヌミーチヌクトゥバチカティチギヌシデヌチヌチャンカイシマクトゥバ伝承師ウフォークヌシデチガイルシデ国際交流シシミルクトゥ目的トゥソイビーン。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、シマクトゥバ英語に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスは
すべて小文字で、761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp。皆様からのメッセージ、リクエスト、お待ちしています。いずれも番組名、でんでんラジオと書き添えください。ラジオネームも忘れずに。ぐすようからぬメッセージ、直んリクエスト、どんなゆうしてきみしえびり要塞。ラジオネーム、わしららんぐつかちみしえびり要塞。はい。今週も、スタートしましたね、皆さん。ガラガラ声でちょっと申し訳ないんですけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。一平ひいさる週末やいびいたしが、皆さん体調は大丈夫ですかね。どんなですか。もう本当にね、先週、まあ、ニュースにもなりましたけども、39年ぶりですかに、まあ、雪みぞれですねだったんですけども、降りまして、ちょっと実際見れなかったんですけどね、ちょっと見たかったんですけど、なかなかね、お目にかかれない機会だったとは思うんですけども、まあ見れた方はラッキーですね。まあ寒い中ちょっと外に出たっていうのもね、ちょっとかわいそうだなって感じなんですけど、まあでも見たかったですね。本当はね、雪がね積もれるぐらい本当は降ればいいのになって思ってたんですけど、まあ。本土とか見てたら降りすぎて、逆に降りすぎていろいろ大変だったっていうね、ニュースもたくさんあるぐらいですから、うん、まあ沖縄はね恵まれてるような気候ですからね、まあ、それでもまあちょっとね楽しむぐらいがちょうど良かったんじゃないかなって思ってますけどもね、皆さんどうでしょうかね。まああの、まあ、先週の日曜日のせいで、まあ、体調がね崩してる人とかたくさんいると思うんですけども、まあね、体調管理は皆さんしっかりしていきましょう。はい、はい、まあ、横でね一番うなずいてる人がいますけども、はい、元気にやっていきましょう。どうでしたかこの寒さ、どう乗り切りましたかこの皆さん。自分はずっと家にこもってました。あ、そうですか。お家に、あ、じゃあお家にこたつとか出してますか。どうです。あ、いや自分たちは出してないですね。出してない。はい。どんな、飼い主さんはどんなですか。ずっと布団にくるまって移動します。いや、そうね、俺の方があったかいですもんね。はい。七瀬さんはあります、お家、こたつとか出してる。こたつとかはないんですけど、もうずっとヒーター。ああ、そうですよね、くっついてます。うん、定番ですね。はい。いやー、でもあれってでもずっと当たってたらね、なんか熱くなれないですか、シャナさん。暑くなるけど、それはしょうがない。ね、シャナさんはじゃあお家でどんな感じですか。特に暖房通りです。あ、暖房か、うん、あ、そっか、エアコンでしのいだ人と、うん、ストーブがね役立った人も。だからこのお店でね、あの お店の店頭でストーブが消えたっていうぐらい品薄状態だったっていうニュースありましたけども、また昨日から暖かくなってちょっと25、6ぐらいまで上がったんですかね、気温が。それが暖かかったっていうことで、もう買った人はねどれだけちょっとね悲しかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、またこれからまたは、ね、肌寒くなる日がまた続くかもしれないので、まあ、そこら辺いろいろ重宝されながら、まあ、家電さんもね頑張ってもらいたいなと思います。はい、ということで最初の曲に入る前に、じゃあスポンサーさんの紹介いきましょう。ユタサルグトゥーリゲーサビラクリカランワッターが牛ワンカイナトール。スポンサーの紹介、うんぬきサビラ。住宅リフォーム建築のことなら有限会社マルチ重機。有限会社ケーテル沖縄、ソフトバンク中野町店、ネーブルカデナ店。自分らしく生きる空間、有料老人ホーム、ニヘデホーム。有限会社、ニヘイデイビル。柔道制服のことなら、熊野整骨院。どんなリフォームもお任せください。株式会社、三人。皆様の癒しの空間、デイサービスセンター、シオン。
お寿司、海鮮料理のことなら、寿司、海産物、石松。ヘアカットのことなら、ビューティーサロン、フレンド。au ショップ、ネーブルカデナ店。生きる支援職人の輩出を目指す、琉球リハビリテーション学院。アーリーラーナーズ、インターナショナルスクール。車の修理一筋、45年以上。有限会社、金城自動車の提供、FM 小里、沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしています。はい、ワッターターミナ会、ヒージーから、足みじたらち、ワッタークトゥー応援ソウル、スポンサーのご収容、一平一平、二平デービル、ありがとうございます。はい、じゃあ、それではですね、最初の曲、いくんですけども、今日ね、コウタくんがちょっとお休みということで、いつも曲紹介頑張ってくれてるんですけど、今日は僕から曲紹介の方を、させてもらいたいと思います。はい。では最初の曲なんですが、まあ、毎回ね、まあ、沖縄の曲なんですけども、これも皆さん聞いたことあると思います。よくあの舞台、うちなわ芝居の CM なんかで、中田幸子さんのね、幸子の芝居がありますよって言って、宣伝ありますけども、あの中で流れてる放念音頭っていう曲を皆さんに紹介したいと思います。曲流れたら、あーこれかーっていう感じになると思うので、皆さんちょっと聞いてみてくださいね。曲のテンポがちょっと等身同意にもね似てる感じな曲ですので、皆さんぜひ聞いてください。それでは放念音頭です、どうぞ。
はい、ただいまの曲はですね、まあ、楽しい曲になりましたけども、放念音頭という曲をお送りいたしました。はい、この曲はですね、まあ、あの歌の内容がですね、まあ、民謡ではだいたい島言葉とかがよく使われますけども、この曲は大和口でね、使われていまして、まあ、この一年のこの放念ということで、この今年一年、この豊作だったり、農業の豊作だったり、一年うまくいきますようにってことで、こういうふうに、まあ、歌われている曲ですね。まあ、お祝い事なんかでもすごく使われたりしますけども、とても盛り上がる曲でしたね。はい、ということで、最初の曲なんですけども、放念音頭ですね。これ、福原恒夫さんが、作られてますので、福原さんといえば、まあ、しまじま会社だったりとか、たくさんのね、福原メロディーなんて言われますけども、たくさんありますので、またこれからも紹介したいと思います。はい、それでは、最初の曲がですね、放念音頭をお送りいたしました。一平二平デビル。はい。では、それではですね、最初のコーナーに行きたいと思いますので、じゃあ、せっかくなんで、今日もですね、しのすけくんに、はい、コーナー行ってもらいましょう。準備は大丈夫ですか？はい。チャンネルな。よっしゃ、行きましょうね。はい、じゃあ、行きましょうね。お願いします。うちなびんちょータイム！はい、ちょっとなんかテンション低いですけども、まあ50点くらいかな、半分もいかないかな。はい、このコーナーはですね、皆さんと一緒にですね、この沖縄についての地元沖縄について、学んでいこうという、そういったコーナーになっております。はい、まあ1月、まあ、沖縄たくさん行事なんかたくさんありますけども、まあ旧暦も新暦も、まあ、さることながらたくさんいろいろ紹介してきましたけども、今日はですね、これから迎える行事なので、皆さんもぜひこれを聞いた後にですね、これを機にですね、ぜひ取り組んでもらいたいなと思っております。はい、今日紹介するのはですね、ウガンブトチという行事ですね。皆さん聞いたことありますでしょうか？どんなですか、しんのすけくんたちとかメンバーどうですか、聞いたことありますか？はい、一応周りからはよく聞くことあります。あ、そうですか、はい、どういう風なものをやるとかは。いや、そういうのはまだちょっと詳しいことは分かってないです。あ、そうですか。まあ、これからですね、皆さん一緒に学んでいきましょう。はい、ですね、ウガンブトチっていうまずもの、まあなんですけども、これが行われる日からじゃ紹介しましょうね。まあ、一応、まあ、そうですね。じゃあ、早速、じゃあ、ウガンブトチから紹介いたします。このウガンブトチっていうのはですね、この日は、火の神様ですね。まあ、いわゆる火ぬかんが、昇天、天に昇るってことですね。昇って、一年間に家庭で起こった出来事を、天の神に報告する日というふうにされています。で、最初に屋敷うがんを行い、火の館周辺の巣を払って屋敷内を清めます。まあ、清掃というかきれいにするんですね。で、次に火の神に線香を7本備えて、1年間に感謝をし、年始めにお願いしたことを取り下げるようお願いすることがうがんぶとちですね。で、その時に、天の神様にはいいことだけを報告してくださいということで、で、そして新しい年にはパワーアップして戻ってきてくださいというようなことを合わせて、まあ、祈願するということなんですね。で、この、まあ、ウガンブトチなんですけども、まあ、このよく、まあ、火の神なので、まあ、女性の皆さんは、とても、まあ、やられてる方もいるかと思うんですけども、まあ、実際僕は一応お家で見たことあるかな、おじいちゃんおばあちゃんの家で見たことあるんですけど、
どんなですか、家庭でウカンブトチ見たことありますか。ないですか。なかなかね、やっぱり意外とね、やってる家庭ももしかしたら少ないかもしれないですね。で、まあ、この話の中にありましたように、まあ、天に昇るんですね。天に火の神様がこの1年間の行いとかを報告するんですね。で、その中で、悪いことをは言わないでってことでありましたけども、よくはこの昼間の前では喧嘩はしないでっていうような話が あったりとかするんですけど、聞いたことありますか。見たことないです。初めて聞きました、はい。だからこの日の間っていうのはですね、いいことも悪いことも、まあ、お知らせすると言われていまして、まあ、このまあ言ったら、まあ忠誠というかね、まあ、正義感というのか分からないですけども、中立な立場の神様なんですけども、だからなるべくなんて、悪いことは言わないで、いいことだけを、まあ、言うようにってことで一応言い伝えられていますね。で、詳しくいろいろじゃあ見ていきますとですね、まあ、ヒヌカン、沖縄ではですね、ヒヌカンは、どこにありますか、しんのすけくん。台所とか。そうですね、台所とかにありますね。女性がよくね、出入りする場所といえば、まあ、台所に当たるんですけども、まあ、今はね、コンロとかの奥側とかにね、よく置かれていると思います。で、それでこの、そこから、まあ、ヒヌカン様と、火の神様は鎮座して、まあ、1年間見守っているということですね。で、この火の神は、まあ、旧暦のですね、12月の24日に、昇天すると言われています。それが一応ウガンブトチなんですけども、まあ、12月24日といえば、まあ、新暦、まあ、最近の行事で言えばクリスマスイブですよね。まあ、沖縄、もしね、沖縄検定なんかで12月24日何がありますかなんて聞いたときにはクリスマスイブなんて答えないでくださいよ皆さん。うがんぶとちとしっかり答えてもらいたいと思います。まあ、それぐらい、まあ、沖縄の昔から一応伝わる行事ですので、ぜひ覚えておいてください。で、まあ、この日、まあ、家庭では、まあ、備えられているお茶やお酒を新しくし、お菓子等をお供えして、平尾香、まあ、一応線香ですねを炊きます。で、この平尾香の煙で火の神は、天へ昇っていくと言われています。で、この、平尾香っていうのが、普通の火の神、お線香なんですけども、普通の、例えば、旧盆、お盆、行事ごとで集まった時にね、東東明に、ウコールにね、刺す時に、普通にただ刺すだけじゃないですか。この時は別でして、火の神様が、天に行きやすいように階段のように並べておくんですね。それで、まあ、登るときは、左から、上に上がるように線香を順番に立てていきます。7本ですね。これ数も決まってて7本なんですよ。ちゃんと階段のように上がるために、7本でなってると言われています。はい。で、この、まあ、さっきも言いましたけども、火の神は、ま、その過程で、起こった、いいことも悪いことも、上に報告するというふうに言われています。で、悪いことを報告されたら、翌年には災いがもしかしたら、起こるかもしれないので、まあ、この行事でご飯を塩水の形に盛った、うぶくというものをお供えするんですね。皆さん、うぶくってわかりますか？うぶくって漢字はあれなんですけど、おっていう、恩っていう感じに、仏に備えるっていう字を書いて、うぶくって言うんですけども、わかりますか？わからない。難しいですよね。まあ、うぶくっていうのは、まあ、よく、もしかしたら、本などで見たことあるかもしれないんですけども、この、火の神に、お供え物をするときに、ある、手前に、よくおにぎりのように置かれたご飯があるんですけども、これをうぶくって言うんですね。このうぶくが、なんで置くかって言ったら、悪いことはまあ報告しないでくださいねっていう意味で、まあちょっと、なんていうんですかね、媚び売るじゃないですけど、まあここが、にいる人間の、まあ、ある意味、お願いですね。悪いことしないでほしいから、これ食べてくださいよ、みたいな感じで、まあ準備するのが一応当たり前みたいなんですけども、まあ大体はまあ白いご飯でされるのが普通なんですけども、また最近ではまた、赤飯、まあ、豪華
なものとします。赤飯は昔からありますので、赤飯をお供えして、やるっていうところも増えてきてるみたいです。はい。ということ、これが、まあ、まあ、まとめますと、じゃあ最初、まとめますと、ウガンブチチというのものは、旧暦の12月24日ですね。今年はですね、2月の2日に当たります。新暦の2月2日ですね。の日に、家族の1年のいいこと、いいことをですね、天の神様に、報告することを、ウガンブツチと言います。皆さんぜひこれを覚えていただきたいなと思います。なので、まあ、特に女性の方はね、沖縄の女性の方は、ヒヌカン関連は、大人になっていくとやっていくものだと思いますので、こういうものをいくつ一つ一つ覚えていけば、行事もね分かっていくと思いますので、またこの準備だったりとかいろいろたくさん大変なものがあると思うんですけどもね、まあ、一つの沖縄の昔から伝わる行事ですのでね、大切にしてもらえたらなと思っております。はい、ということで、はい、話が長くなりましたけども、はい、今回はウガンブトチについていろいろ話してきました。まあ、2月の2日が来月ですね、2月の2日が、もうすぐですね、今日が1月30日ですので、まあ、3日後、3日後になりますね。3日後がウガンブトチ、まあ、沖縄、まあ、一応沖縄はまあ2月に今旧正月というのがありますので、まあ、今まだ沖縄は年末ですね、カウントダウンも手前ですよ今ね、これからまた年明けがお年玉楽しみだなとか言って覚えてますけども、沖縄だから正月が2回あるから、実際だからちっちゃい時にもらったりとかしましたよ。どんなやつ？私たち旧正月ってはなかったので。あ、やらなかったですか？なんか運が悪いですね。まあまあそれはまああれですけども、ちょっといやらしい話ですけども、まあまあ、また新たに沖縄では旧正月、またか、ね、家族が集まる機会がまた増えますので、こういった機にまた沖縄の行事をぜひ見てもらいたいなと思います。はい、ということで、最初のウチナー便長タイムのコーナーは、以上です。ね。はい、一平二平デビル、ウガンブツチ、皆さんぜひ、やってみてください。はい。それでは次の曲なんですけども、はい、大丈夫ですか準備？はい。OK、じゃあシャナさん、お願いします。次の曲はあのデミノワールで Confidence っていう歌です。で、この方あのデミノワールさんはあのアナと雪の女王、アナ雪で Let It Go を歌ってるシンガーです。で、彼女をがなんか、あ、彼女が自信を持って、なんか自信を持ってなんでいけないのみたいな歌です。なんか、なんか心強くなりそうな感じですね。で、あ、そう、歌の名前の confident って意味、confident はなんか自信って意味なんですよ。おお、はいはいはい。で、だからその歌の名前なんで confident っていう言葉が何回か出てくるんで数えてみてください。お。なんか久々ですね。はい。Confident by Demi Lovato。どうぞ。神々。いいよ。こんなもん。
The song was Confident by Demi Lovato. じゃあ、リブさん。何回出てきましたか？はい。Confident。自信に満ち溢れてる。そうですね。僕も自信ありますから、今。何回だろうかな。8回。あー、もうちょい。じゃあ、正解は10回でした。あー、惜しい。数えてたのね。くそ。ちくしゃ。そっか、10回なんですね。そっか。まあ、それぐらい、皆さん、まあ、これをかける10にして、自信100倍ということで、皆さん頑張っていきましょう。意味がわからないですね。はい。まあ、デミ・ロバートさんの曲は、すごくなんかパワフルな曲が多いの、すごくイメージですね。はい。そうですよね、シャナさん。はい。まあ、この Confident っていう曲もすごく元気になるような力強い曲になってますね。なんかミュージックビデオがちょっとなんか潜入するような、すごくかっこいいデミ・ロバーツが見れますので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。はい、曲の名前と歌詞名もう一度お願いします。The song was Confident by Demi Lovato. はい、した。Thank you very much. ありがとうございます。ベネフェデビル。はい。後半ですね。時刻は6時34分ですね。後半、どのような。あ、今日、そうですね。調べてきて、るようなので、七瀬さん、カイネさん、しんのすけくんが今日は頑張ってくれるそうなので、はい、チェックしていきましょう。はい。はい、よろしくお願いします。ダサルグッズ、逃げサビラ。はい。自分たち3人は、年末のウガンブテチの後の行事などを調べてみました。はい、で、その前に、ウガンブテチの豆知識も見つけたのでちょっと教えたいと思います。 ありがたいです。早速ありがとうございます。ウガンブテチの由来、始まった由来とかっていうのは、中国の道教から来るかまどの神信仰の影響であって、必ずしも沖縄全域に広まってる行事ではないそうですね。おー、あ、そうなんですね。はい。まあ、どこでもやってるものではないと。まあ、一応その、まあ、ウガンブとしては、まあ、全部がやってないってことですよね。はいはいはい。もしかしたら各ブラックブラックで流れて、もしかしたらね、別のものに変わったのかもしれないし、そのまま残ったところもね、あるっていうことですよね。はい、はい、じゃあ自分からも、じゃあちょっと沖縄の旧暦行事のこの年末頃に当たるこのシリガフーっていうのを紹介したいんですけど。シリガフーですか？はい、うん、はい、これは一応旧暦の12月中旬頃に当たるので、ウガンブドチより少し前にあります。そうですか。近くですね。そうですね。じゃあちょうど今頃ですかね。そうですね、今頃になります。で、このシリガフーっていうのは、この神様などに1年間のお礼をするんですけど、この時になるとご先祖様からの声や教えなども聞こえるみたいで、難儀したり災い事になってしまったりもするそうです。あ、そうなんですね。で、やっぱこれは何だろう、1年間のお願い事をこの上にあげる日なんですけど、このお願いするんですけど、じゃあカイネさんからちょっと情報があるのでお願いします。はい、はいはい、大丈夫ですか？はい。火の神様、火の神様がない方は、火の神がない方は、トイレの神様や神社などで、先祖からの声がかかってこないように、災い事がないようにお願いすることを
がいいみたいですね。あ、そうなんですね、うん、はい、確かに沖縄はなんかトイレの神様にもなんかちゃんと右岸するっていうような話もありますよね、うん、トイレにも、ね、神様が宿ってるなんていう話もありますけども、うんうん、そうなんですね、はいはいはい、でこのシリガ風にも一応なんかエピソードが何個かあるみたいで、うん、このシリガ風の拝みをやってないこの時期に拝みをやってないからこの子供が転んで足の怪我が多くなるとか、なんかあるみたいです。なんかいやです、ね、ユタに言われてたみたいな、拝みをやってないから出ようみたいな、やらなかったらじゃあこけまくるんですね。パン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 、やった方がいい、やった方がいいですね、うん、みたいな、うん、ありました。子供の健康というかそういった災いがない、なくなるためにもやった方がいいってことですね、はい、うん、確かにもしかしたらねこの時期、まあ1月は行くとか、ね、冬もすごく、あ、1、2、3月は早くすぎる、うん、まあ月というか季節なので、みんなも慌てはてしてもしかしたらこけたいってあるかもしれないので、やった方がいいですね、なおさらね。そうですね、もう沖縄の、まあ、旧暦は年末ですけども、まあ、年末もまあ寒いですから、まあ本当にゆっくりね、寒いね、家に早く帰りたいけど、まあ下も見ながらちゃんとゆっくり歩いて夜な夜なね安全にやってほしいですけども、はい、どうぞ。失礼しました、はい、自分からこの年末の年末行事、はい、で年のゆる、年のゆるっていうのがあって、はい、あの年のゆるっていう意味はこの大晦日のことであって、この旧暦の、うん、で正月飾りを済ましたり料理などで用意、料理を用意してこの 年を迎えること、年を迎える準備のことで、ことであって、この日ところによってニンニクを仏壇に備えたり、外出の時に耳に刺したり、食卓に載せたり、載せておいたりする習わしがあるそうです。でこのニンニクには邪気を払う力があると信じていたそうです。でこの本来沖縄に年越しそばの風習がなくて、夜遅くまで起きて静かに正月を迎えるのが昔普通だったそうです。ああなるほど。でこの早く寝るとそれだけ早く年を取ると言われてたも、言われてたそうです。まあそうなんですね、うん、やっぱりね、ニンニクはどれの食べ物に入れても美味しいですよね。そうですね。いや本当に口はまあ臭くなりますけども、やっぱそのぐらいの邪気を払うようなこの効果が、うん、人間もうってなるような感じですけどそうなんですね。で、うん、まあ新之助君が今言ってたようにこの、まあ、最近もお話ししましたけども、沖縄はヒーソー勝ちって言って、うん、年末年始か、年始はみんなで家族で火のいろりっていうんですか、あれに火炊いて、うん、家族で団らんでみんな身を寄せ合いながら、生活するというか、この日を迎えるというのがあるということで、まあ、じゃあそれとも、じゃあ夜更かししてみんなでじゃあ話ゆんたくしてっていうのがテーマだったんですね。はい、うん、いいですね。この時代だからこそ意外とやってみてもいいんじゃないですか、うん、そうですね、なんかシミュレーションじゃないですけど日頃ね、やっぱり僕ら恵まれてますから、うん、まあ、最近では、まあ、大和の文化もねすごく根付いてきて、まあ、蕎麦を食べるだったりとか、うん、また紅白を見るとかっていうのはね、なんか浸透しているような、うん、ありますけども、一回そういったところに昔のお家とかに行って、うん、そういった民家とかでねやってみる、サバイバルみたいな、サバイバルじゃないけどやってみるのもいいかもしれないですよね。その時代の人たちの気持ちになりながらっていうか、はい、そういうことできたら面白いなと思いますけどもね。はい、ということで、はい、以上です。あ、以上ですか、はい、あ、ありがとうございます。すいません、ちょっといつもよりグダグダでした。あ、いえ、とんでもないです。僕よりはマシでした、はい、年末の、まあ、この行事、まあ、沖縄で言ったらまだね年末の段階ですので、まあ、これから、また次の新年に向けた沖縄の旧暦行事なんかもねたくさんありますので、皆さんもぜひチェックね、まあ、今ではもう手帳なんかにも旧暦行事なんかもね載っているぐらいですから、そうですね、まあ、そういったので
ぜひ学んでいただきたいなと思っております。まあ、本当にこういった行事の中で沖縄の昔の人たちのこの自然に対する感謝だったりとか、そういった家族への感謝だったり、一面今までありがとうっていうような、そういったなんかその昔のチムクルというんですか、こういったのがすごく学べると思います。でやっぱり皆さんどこかでね、新年の初詣なんかでも、まあ例えば受験生で言ったらね、テストはよくね、いい席次がとか、これ買ってもらえないかなとか、もしかしたらね彼女欲しいとか、もしかしたらそういうのがあるかもしれないですけども、やっぱりこういったので意外、やっぱり沖縄の人たちの考えということで周りに感謝するっていうのをぜひこの旧暦行事とかを通してぜひ学んでいただけたらなと思っております。はい、ということで、はい、紹介一平二平デビタンありがとうございました。一平二平デビタン、はい、ありがとうございました。はい、聞きましたね。はい、じゃあその引き続きですね、じゃあコーナー移りましょうかね。はい、はい、じゃあ次のコーナーは何でしょうか。次のコーナーはシャーノの英語のコーナーです。よっしゃ頑張るぞ。はいはいはい、じゃあ問題です。問題クイズですか。クイズ、はい、じゃあ今日の私がやる内容を当ててくださいみたいな。2月はバレンタイン以外にもう一個あります、なんか行事。もうバレンタイン、そっか、バレンタイン以外に、なんかもうめっちゃバレンタインしてるけど、そうですね。バレンタイン以外に何かあります。何かあるんですか。何でしょうか。普通に日本のものです。あ、節分です。そうです。あ、いいですね。節分ですか。で節分なんで、その節分で食べるあれは何ですか。あれ食べるやつ、食べるあれ、豆豆は投げるもので、文字は細長い。細長いの食べるっけ。ああ、俺が好きなのだ。わがましそうで。じゃあ答え言いますね。あ、待って言います言わせて。イーブさん、あれですよね、今最近 CM なんかでもやってる恵方巻きってやつですよね。はい、じゃあ今日は恵方巻きの中に入ってる具材を英語で言いたいと思います。これで家族の皆さんでね、もしね、もしかしたら家族でなんか巻き寿司みたいに作れる過程ももしかしたらあるかもしれないので、そういった時にねこの英語が飛び交っていたら面白いじゃないですか。そうです、笑ってしまいますよ。はい、やっていきましょう。じゃあ最初に恵方巻きを英語で説明したいと思います。はい、あるんですか。アメリカあるんですか恵方巻き。多分ありません。ないですよね。なんか、の棒状なものをどっか向いて食べるんだ。多分ありません。パンとかフランスパンとか。フランス。マーキそれはないですね。はい、ごめんなさい。はい、じゃあ行きましょう。恵方巻き is a type of sushi roll whose names mean lucky direction roll でした。まあ、簡単。日本語で言うと、恵方巻きとは、あの寿司、あの巻き寿司の種類 で名前はあの運がいい方向ロール巻きという意味です。もう一回それだけ言ってもらえないですか。ラッキーダイレクションロール。おお、ラッキーダイレクションロール、なんか誰かの歌で出てそうだね、タイトルで。じゃあ、はい、恵方巻きに入ってるものを言いたいと思います。大体いや、何がありますか。一番最初に、ああそっか、定番の卵、まあ、あの焼き卵、うん、ですね、美味しいですね。まあ答え言いますね、英語で。はい、フライドライス。ああ間違えた間違えたごめんなさい。あげるんですか。あげるんですか。あげるんですか。そう、フライドエッグ。フライドエッグ。エッグ。じゃあ皆さん。はい。バカずしちゃうね。フライドエッグ。フライドエッグ。アイスって言ったんだけどね。え？あ、ごめんなさい。はい、はい、次は、はい、あの、かまぼこ？かまぼこ。まあ、アメリカにはないんですけど。あ、ないんですか。はい。まあ、それを訳してみると、boiled fish paste。ちょっとあんま美味しくはなさそうなんですけど、なんか、あの、茹でた
魚を潰した物体みたいなそういう訳し方になっちゃうんですよ表現の、ね、仕方はね塩にもよりますけど、うん、道の駅って美味しいですから食べてくださいよ皆さん、うん、あ美味しいですありますよね教団の駅ありますよねじゃあ練習しましょうBoiled fish paste Boiled fish paste はいで次があのうなぎうなぎうなぎがイオ、ね、イオイオイイル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 はいじゃあイオイオイオはいで次があのしいたけしいたけあなるほどなんかしいたけってあれじゃないですかあとあのキノコうんはいなんか調べてみてもしいたけっていうのはあんま見つかないんですよあはあなんかキノコなりました種類でなるんですねあんまないみたいですいい味出しますからねジューシーなんかにも入ってますけど、うん、出汁で何ですかin English マッシュルームあそのままあマッシュルームになるんだね、うん、マッシュルームって言ったらねあれのね僕ら私たちからしたら白のあのキノコのイメージですよね、うん、でもしいたけもちゃんとしたマッシュルームなんでキノコの中マッシュルームスープとかいったらあのねなんか白いあれだよね白いなんかそうだけどじゃマッシュルームの中のしいたけですよねああそうですねだからしいたけスープとかだからまあ好きな人は好きですはいはい、はい、じゃあ、はい、マッシュルームマッシュルームで次があれサーモンあサーモンサーモンじゃないはいサーモンはサーモンサーモンサーモンで次があのサーモンに似てるマグロ、うん、あマグロあ分かりますか マグロ英語で分かるんじゃないですか分かるあ分からない分かるあ分かるってカイネさんが言ってるからじゃあカイネさんにじゃあ答えてもらおうかなトゥナおじゃあみんなでトゥナトゥナおおさすがですねですあじゃあリューブさんおはいあなたが一番食べたい恵方巻きの具材は何ですか、はい、そうですねI want to eat うんあれFried egg あ、はいよし言えた、うん、焼き卵が食べたいみたいですそうですあれだけでもいいですよ、うん、はいはいはい、失礼しましたこれでおしまい待って他の人何か食べたいのないんですか恵方巻きって食べますかちなみにあ、恵方巻きってあれなんですよねなんか年によって向きが違うんですよね多分うんそうなんですよなんか沈黙でえでしょはい沈黙で食べるんですよねそうゆんたくはしたらダメっていう感じで言ってますけど、うん、だから黙々とこれあこうなってああだから列で並んでるんですなんかこれでギネスとかやってほしいですよねギネス100人単位で恵方巻き食べるとかうん、奇妙な光景で面白そうじゃないですかなんか、うん、こうやってねああまあいろいろありますけどもはいまあ今年はどこの方向とかは分からないですおそらく南南東だったんじゃないかなそうそう南南東だったはずああやっぱりそうですかはずあの南南東の方にじゃあ皆さん食べるときはなければね芋をそれ持って食べて芋沖縄は芋ですからね有名ですからまあそれはまあないと思いますけどもないと思いますけど笑うところですよ今のもうあの恵方巻きをねしっかり皆さん作っていただいて食べていただきたいと思いますはいということでシャナさん英語のコーナーはおしまいですはい Thank you very much ベネフィアデビルということでエンディングですね今週も早かったですけどもいかがだったでしょうか皆さん今日あのラジオで一言も話してない人がいるんですけどもね今日はちょっと喉がね調子が悪いということで頑張りましたね皆さんはいはいちょっと僕のちょっと笑いの調子もねちょっと悪かったんですけどもまあ皆さんそろそろもう2月ですね早いですよ。早いですね。とても早いですけどもね。まあいろいろまあニュースなんか見てますとまた
受験の方もねあったということで、まあ、しんのすけくんもね受験はちょっと惜しくもああだったんですけど、まあ、あの大学と高校とねいろいろまた爪の時期に入ってきてると思いますので、まあ、受験生の皆さんもですねぜひ頑張ってもらいたいなと思います。まあ、ぜひ、まあ、来月なんかもまた行事沖縄の行事たくさんありますのでね、皆さんぜひ学んでいってほしいなと思っております。はい、ということで、今週の電話ラジオですね終えてスポンサーさんの紹介をして終えていきたいと思います。それではウタサルグトゥウニゲーサビラ。はい、今日のでんでんラジオラジオ子ども大学の時間は住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機、有限会社ケーテル沖縄、ソフトバンク中野町店、ネーブルカデナ店、自分らしく生きる空間有老老人ホームニヘデホーム、有限会社ニヘイデービル、柔道制服のことなら熊野整骨院、どんなリフォームもお任せください株式会社三人、皆様の癒しの空間デイサービスセンターシオン、お寿司海鮮料理のことなら寿司海産物石松、ヘアカットのことならビューティーサロンフレンド、 au ショップネーブルカデナ店、生きる支援職人の輩出を目指す琉球リハビリテーション学院、アーリーラーナーズインターナショナルスクール、車の修理一筋45年以上有限会社金城自動車と FM 小里沖縄半ゾーン NPO の協力でお送りいたしました。はい、それじゃあ皆さんで一緒に終えていきましょう。はい、何でしたっけ。それではまた来週。 See you next week。 せーの、またやーさーい。バーイ。